この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。時は1888年、パリで出会った浮世絵に強い憧れを持った一人の画家が、心の中にある日本の太陽を求め、プロヴァンス・アルルへと向かった。彼の夢はここで多くの芸術家と生活を共にすることだ。